全世界の過激団対戦ファンの皆様、お待たせいたしました。お第3回世界過激団対戦の舞台、ここ帝都東京に続々と各国の過激団が集結しております。うん、最初に登場いたしまするは、帝都防衛にも日夜奮闘していることでご存知の方も多い上海過激団です。先頭に立つのは炎の召使いことヤンシャオロン隊長であります。漢字違うと思うんだけどな。なんとタラップの途中で華麗に炎を操って、おなんということでしょう。なんという中華鍋を取り出すとこの場で調理を始めました。華麗な妙義に一同目が釘付けであります。バチがまさに驚天動地のパフォーマンスです。そしてヤン隊長に続くのは、黄色いチャイナ服からすらりと伸びたカモシカのような足。カモシカ。華麗な姿は保安ユイ隊員であります。うん、ゆっくりと手を振ると、驚くべきことにタラップの最上段から飛び降りた。飛び降りた。ヤン隊長の頭の上で一回転して、痛い、綺麗に着地を決めました。第3話、おお派手な入場だな。上海のやつら、銀座に出張所あんのに、なんで空中戦艦に乗ってきたんだ。確かに確かにな。力を見せつけるためね。戦いはもう始まっているのよ。始まってんのか。それでしたら、私たちはどうして帝撃で待機するよう指示されたんですか。決まってます。開催国なんですから、後で特別にいっぱい紹介してもらえるんですよ。本当ですか。それは次はロンドン歌劇団。ロンドン出てきた。続いて登場するのは、遥かなる霧の都から訪れた円卓の騎士団、円卓ロンドン歌劇団であります。大英帝国の伝統と格式を身にまとい現れいでたるは、華麗なる飛行士アーサー団長。どっちがアーサー。円卓の騎士を率い、サーの称号を持つ現代の騎士、はあ、騎士道の体現者です。それに続くは、全歌劇団中最強の剣士とも噂されるブラックナイトランスロット。ランスロット、涼やかな瞳と流れる甘色の髪、優雅な姿でありながら不敵な笑みが絶対の自信を感じさせます。そしてお聞きください、この大歓声です。まるで帝国教授が無数のカナリアに占拠されてしまったかのようです。大歓声が聞こえないよ。ひときわ女性の声援が多いようですね。大歓声が聞こえないよ。すごい人気ですね。いや聞こえないよ。貴族様だし、すんげえ強いらしいから、まあ当然かもね。それだけじゃないわ。高貴さと優雅さを兼ね備えた演技も見事なもの。何でも知ってるね。完璧ですね、本当に。まるで物語の主人公みたいです。主人公は、その次に入場したランスロットさんはどんな方なんですか。黒騎士の名を持つロンドン歌劇団の切り込み隊長黒騎士でしょ。二刀流から繰り出される権利は稲妻に例えられるほどの速さらしい。全体砲具使うから。隊長の二刀流とどっちが強いんだろうなさてどうだろうな。手合わせするのは今から楽しみだよ。さあいよいよ登場です。皆様お待ちかねのあの歌劇団。お第1回第2回の歌劇団対戦で共に優勝し、前人未到の3連覇を目指す連勝中じゃん。最強兵団ベルリン歌劇団。ベルリン堂々の優勝候補筆頭であります。ふんふん。どうしたの。なんという迫力でしょう。これこそまさしく王者の風格。圧倒的です。圧倒的。なんで緊張するの実況者が。すっげえ迫力だな。アナウンサーまで黙り込んじまったぜ。はい、画面越しでも気をされてしまいます。恐ろしいんだね。桁違いの実力よ。欧州でも敵なし。あら、かろうじてロンドン歌劇団が対抗できるかと言われているぐらいね。評論家による予想では当然のように優勝当確でした。さすがです。
あたしらの予想は？もちろん当確です。ただし最下位は。やっぱりそうですか。当確です。え、隊員との信頼度が上がると、ああはい、アドベンチャーパートで隊員の信頼度を高めると、バトルパートの開始時に、合体攻撃アイコン4が表示され、戦闘中に一度だけ使用することができます。合体攻撃について、合体攻撃は、あれね、黒い長方形ね、を押すと使用できます。発動すると2人が無敵になるんだ。戦闘力が飛躍的に上昇します。合体攻撃の効果は一定時間続きます。ほう、まあ、ここはもう頑張るしかないよね。うん、負ける気で戦うつもりはない。精一杯頑張ろう。その通り。拳を振る。力の限り戦い抜きましょう。うん、気持ちだけでは実力は覆らないけど、勝つという思いは大事ね。カツ丼食う。常にトップを目指すつもりでいないと。活月光。優勝なんて夢のまた夢だから。お、見ろよ。次の過激団が登場するみたいだぜ。あ、まだ行くんだ。さて最後に、開催国である我が国から帝国歌劇団です。あ、うちじゃん。おっしゃ、来たー。ご存じない方も多いでしょうが、日本の帝都には帝国歌劇団が存在しています。知名度そんな低いん。第3回世界歌劇団大戦が帝都で開催されることとなり、最近再結成されましたが、うん、実力はまだまだ。最近なんだ。各国に胸を貸してもらう。参加することに意義があると言えることはないでしょうか。めっちゃバカに下げとるやん。さて、それでは開催の日程と勝敗予想を。早い、紹介早い。ちょっと待てこら。もう終わりなんですか。紹介がこれだけなんて、開催国なのにあんまりです。いや普通でしょう。随分と舐められたものね。成敗したい。ダメよ。まあまあ落ち着けよ。アナウンサーに怒ったって仕方がない。うん、悔しくないんですか隊長。そうだぜ、あんたそれでも男かよ。静かになさい。結果を出せば嫌でも取材されるわ。そうだよ。要は無視できないようになれば良いのです。下馬評が最低だからこそ、勝てば嫌がおうにも注目される。うんうん、帝国歌劇団ここにありと目にもの見せておやりなさい。神崎司令の言う通り、俺たちは勝つために出場するんだ。うん、だからこの歌劇団対戦でどう戦い、どう勝つのか、それを話し合おうじゃないか。たまには真面目なこと言うじゃん。それで神山君、はい、何でしょう。帝国歌劇団が勝つための作戦は思いついた。そりゃ思いつきましたよ。帝国歌劇団としての強みを生かして強みない戦おうと思います。帝国歌劇団としての強み。それは何かしら。否定しちゃった。俺たちの強みは何ですか。癖の強さですか。え、いやもう俺という存在です。俺という存在です。花組を勝利に導いてみせますよ。実のところ、それが一番の強みかもしれないですわね。花組はできたばかりの舞台。チームワークもまだまだ未熟ですわ。癖の強さとか結束力を引き出せるかどうかは神山くん、あなた次第ですわ。責任重大になっちゃったじゃん。本当に俺が切り札だった。全力で頑張ろう。作戦は引き続き考えてもらうとして、もう一つお願いしたいこともあるの。宣伝ですか。何でしょうか。開催国の代表として各国の参加者に挨拶してきてほしいのよ。いいよ。ちょっと外せない用事があるから、あら、私の代理としてお願いできるかしら。そりゃもちろん。わかりました。うん、あの、私も一緒に行っていいですか。
どんな人たちが相手なのか会っておきたいんです。うん、ええ、構わないですわ。失礼のないようにね。はい。では実質デート、開会セレモニーも終わったことですし、ひとまず解散にしましょう。あ、まず上海飯食ってくか。挨拶するならまずは上海歌劇団だな。近所なので楽でいいですね。近所ちょくちょくお昼を食べに来てるしな。だいたいこういう機会でもないと、あいつらが歌劇団だってこと忘れそうになる。そうかも。普通に料理屋のお兄さんとお姉さんですよね。実を言うとですね、はい、私ユイさんって怖い人だって思ってたんです。全然。それは殴られてたからシャオゴンの方が怖いぞ、ね、今のカット何。シャオゴンの方が怖いぞ。あいつは鬼だ、絶対鬼だ鬼って言い過ぎですよ。そんなことユイさんに聞かれたら。それフラグ、それフラグ。めちゃくちゃ怒るからな。うわユイさん、いいフラグ回収。僕は店先で見慣れた奴らが何やら話し込んでると思ったら、よりにもよってシャオロンの悪口か。いい度胸だなお前ら。ごめんなさい、悪気はなかったんです。シャオロンはいいやつだ。いや本当に心からそう思ってる口から出まかせよう。言い訳なら後で聞くよ。とにかくとっとと店に入んな。何今のポーズ。お二人さんご案内。俺の炎で光り輝け。オラ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 まだ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 。結局ね、燃えろ燃えろ結局作るね。足の竜が宿りしチャーハン、上海ゴールドチャーハン完成だ。ゴールドっていう読むんだね、あれね。なんだこのチャーハン、まるで砂金の山のように。いやこの間食ったでしょ。光り輝いている。神山さん、これ本当に食べても大丈夫なんですか。うまいよ、結構うまい。あんな風に料理するから信じがたいと思うけど、シャオロンの料理は絶品なんだ。大丈夫だよ。ちょっとディスってるね。うん、まあ神山さんがそう言うなら。うん、うまいパーなんだこれは。目を噛み締めた瞬間、旨味が一気に流れ込んでくる。どんな調理したの。神山さん、見てください。米粒が均等に卵で包み込まれています。どんな調理したの。まさか卵の膜で米一粒一粒に旨味を閉じ込めているのか。どうやったのそれ。私、こんな美味しいチャーハン初めてです。くそ、悔しいが本当にうまいなんという感動体験なんだ。これまた食いすぎるパターンだよお前らほんといい顔して食うぜ。俺も嬉しいし料理も喜んでる。いつもありがとうな。チャーハン以外が輝いてない。おかわりありますか俺もおかわりお願いするよ。また食いすぎるって。はいよ、ただいま。じゃんじゃん燃えていくぜ。結構な量あるけどね。よく入るよね、あれ、あの量。すっかりごちそうになってしまったな。美味しかったよ、ありがとう。気にするなよ、客はもてなすもの、万国共通の礼儀だ。それにお前らもうすぐ解散じゃねえか
いや、グーじゃないよ。最後の晩餐になるかもしれないんだから、遠慮なんてするなって。何負け角みたいな。ありがとうってなんで。言ってくれるな。言ってくれるな。だが、勝負はやってみないとわからないぜ。そうだよ。そうです。私たちは絶対に負けません。俺たちに勝つつもりなのか。そりゃ楽しみだ。ぜひ決勝で会いたいもんだな。待ってるぜ。一回戦で会うんでしょ、どうせ。さくら、どうせ一回戦で会うんでしょ。次はロンドン歌劇団ですね。ロンドンだね。大帝国ホテルに滞在か。お金持ちな歌劇団だな。そうなんだね。高級すぎてちょっと入るのドキドキしちゃいます。確かに少し緊張するな。でも帝国歌劇団の代表として堂々と入ろう。うん、はい。その後俺らもポテキに行こう。めっちゃ綺麗。これはすごいな。だけどカウンターがない。こんな感じなんですね。素敵です。ねえ君、なかなか強そうだね。お？行くよ、勝負。おっと、さくら。これが帝国歌劇団の実力なの。勝つのは私たち、ロンドン歌劇団だ。危ない危ない危ない。何？やられていたよ。あんた、やるね。そこまでだ。やめろ、ランスロット。あれ、アーサーって信長だっけ？ようこそ、帝国歌劇団の諸君。僕がロンドン歌劇団団長、アーサーだ。めっちゃイケメン。あれ、信長だっけ。さくら、大丈夫だったかい。はい、なんとか。ちょっと驚いちゃいましたけど。そうか、すまないけど彼らに挨拶してくるから少し待っていてくれ。はい。あの時アーサーさんが止めてくれなかったら負けていた気がする。ロンドン歌劇団のランスゴッドさん、あの人は強すぎる。全体ホグだから強いよ。うん、すげー広い。ここなんだろう、ここなんだろう、これ喫煙ルームかな。カウンターないホテルなんてあるんだね、このご時世。じゃあ朝。君が帝国歌劇団の隊長、神山清十郎君か。はい。ランスロットが失礼をしたね。本当だよ。怪我はなかったかな。すぐ暴走するんだから。ちょっと待ってよ。早く医者を。切られた右腕がもうダメだ。いつ切られたんだよ。おいおい、戦ったのは君じゃないだろう。一瞬でバレた。ちょっと焦らせようかと思ったんですが。怪我をしたとか痛いとかそういう冗談はちょっと感心しないな。バカでしょ。そうですね、すみません。今日はわざわざ挨拶に来てくれてありがとう。
天宮さんは素晴らしい剣士だ。歌劇団大戦楽しみにしているよ。ありがとう。こちらこそ。胸を借りるつもりで挑ませてもらいます。うん、多分2回戦で当たる。そうでもないか。君たちの健闘を祈るよ。ありがとう。ありがとうございます。めっちゃ握ってるから多分。歌劇団大戦君たちの健闘を祈るよだそうです。ランス。はじめまして、神山清十郎です。ランスロットでいいよ神山。なんだか元気ないみたいだね。最高の気分だったのに。続きは歌劇団大戦までお預けだよ。はあ、もっと戦いたかったの。恐ろしい。ホテルを追い出されますよ。これ以上騒いだらホテルを追い出されますよ。大丈夫、このホテルはロンドン歌劇団の貸し切りになってるからね。貸し切りなの。少々騒いだところで何の問題もないよ。ホテルを貸し切る、なんという資金力だ。恐ろしい。絶対に負けないぞ。金があるのが羨ましいわけじゃないからな。いや、うらやましいでしょ絶対。さて、挨拶も済んだしそろそろ行くとするか。資金力の差、これは勝てないわ。これは勝てねえわ。さくら、ランスロットさんは強かったかい？弱かったです。はい、強かったです。今までに戦った誰よりも。師匠より。ロンドンの黒騎士か。さすがは最強剣士と言われるだけのことはあるな。うん、はい。でもなんだか私楽しくなってきました。楽しく？だってランスロットさんやユイさん、うん、たくさんの歌劇団の人たちと競い戦える、こんな経験想像できることじゃないですよね。私今まで以上に歌劇団大戦が楽しみになりました。戦闘狂になりそう。前向きな意見だな。それでこそ桜だ。さあ神山さん、次はベルリン歌劇団に会いに行きましょう。ベルリン怖そうだね。そのつもりだったんだけど、さっきあんなことがあったからな。ベルリンや他の歌劇団はまた明日にして。あ、他もいるんだ。今日のところは定劇に戻ろうかと思うんだ。そうですね、正直ちょっと疲れちゃいましたし残念ですけど帰りましょうか。あんだけ飯食った後によく動けたよね。せっかく二人で外に出たんですから、ちょっとだけ寄り道していきませんか。デートですね。美味しいケーキのお店を見つけたんです。付き合ってください神山さん。あの後に食えるんだ。まあちょっとだけだぞ。あの量食った後にケーキ食えるの。帝国歌劇団天宮さくら、私に2本目の剣を抜かせるなんてね。うん、一瞬目を疑ったよ。敵とはいえ大したものだ。ランスロット、天宮さんを倒すのに何分かかると思う？2、いや3分かな。何その3分間待ってやる的な。戦ったのを見たことがないけどね。恐ろしい。随分高く評価しているんだな。まあなかなか面白くなってきた。歌劇団大戦、僕も待ち遠しいよ。美味しいケーキでしたね。あ、もう食ったの。早っ。別腹とはよく言ったもんだよな。たまには寄り道もいいですね。美味しかったしとても楽しかったです。私よかった。そうだな、確かにたまにはこういうのもいいもんだ。毎日でもいいよ俺は。しかし
なんとか間に合ったかな。何がです？過激団大戦だよ。隊長になった頃はどうにもならないと思ってたけど。ああ、確かにね。みんな一生懸命特訓についてきてくれた。十分に勝てる可能性はある。あげぞ。本当はもうちょっと連携とか深めたかったんですけど。まあ確かにね、2戦しかしてないからね。君たちは強くなってる。俺が保証するよ。はい。おっと、何？神山さん、あそこです。コーマです。早いね、見つけるの。おーおーおお、危ない危ない危ない。コーマだと。早く定撃に戻りましょう。いや、町の人たちの避難が先だ。無用だ。3秒で片付ける。3秒。なんだ。何あの動き。ベルリン歌劇団隊長エリスだ。エリス。帝国歌劇団花組隊長神山清十郎です。ご協力ありがとうございました。協力などしていない。我々がコーマを倒しただけだ。すごい圧力。人をする。行くぞ、マルガレーテ。マルガレーテ。やっぽー。なんて？